なんと4月の18日土曜日にイベントをやることが決定しました。イエーイ、ほら、もう超喜んでる。間違ったみたい。ちょっと違った。はい、そのイベントがリバルのスプリングステージに出させてもらいます。はい、突然いきなりの報告になっちゃったんですけど、2ヶ月後ぐらい、そう、だいたい2ヶ月後ぐらいの4月の18日に渋谷の桜ホールってところで事務所のイベントがあって、そこに出させてもらえることになりました。はい、とっても嬉しくて、やばいね。そう、なんかね、 YouTube 始めてこんなすぐにイベントに出れると思ってなかったから。初よ、初。どうする、初めてみんなに会える機会を作ってもらったので、本当にたくさんの人に会えたらなって思ってます。はい、でチケットが今日の18時から予約販売をしていて、1枚2000円で買うことができるので、もうよかったら本当に会いに来てもらいたいよね。本当になんかちょっと不安もあるんだよね。そうそうそう、すごいね。アミたち見に来てくれた子、あ、一人だったらどうしようみたいな。もしかしたらそうだよ、いなかったらどうしようみたいなね。やばいね、本当に泣いちゃうから、ね、そう。でもみんな見に来れる子がいたら、うん、ぜひ来てもらいたいなって思ってます。ただ2ヶ月あるからね、うん、そう。それでその予約販売が、うん、今日からなんですけど、で1枚2000円なんですけど、今日から2週間以内に買ってくれた子は500円引きの1500円で買えるので、もう早めにね、予約してくれれば。そう、あ、そう、あとね、あったそう、お得だし、その予約してくれた順で席が埋まってくんだって。そう、埋まってもう前からもういい席から順番に埋まってっちゃうから、そうだから本当来て、あの、来たいなと思ってくれる子がいたら、ぜひ前の方で見てほしいから、うん、早めに本当に早めにお願いしますって。そう、なんかチケットもね、あの、事務所のイベントだから、他の子のことを見に来てくれる人もたくさんいるので、どんぐらいすぐ埋まっちゃうかわかんないので、そう、見に来たいなって思ってくれる子がいたら、ぜひ早めに買ってくれると嬉しいなって。今日の6時にもうポチッと。ポチッとはやばい。ポチッとしちゃってくださいと。そう、初めてのイベントだから、なんか何、ちょっと緊張しすぎてやばいかもしれない。楽しみだけどさ、笑顔超引きつっちゃう。ごめんね、なんか今日顔怖くなっていつもと違うみたいな、だったらちょっと申し訳ない。いや、でもそうならないように、ちょっと今からね、顔をほぐしていきたいと。イメトレ、家でイメトレでもしようかな。うん、じゃあ、お人形とか並べてさ、前でさ、あ、いいね、それ。ピューってやろう、じゃあ。確かに。人形いっぱいいるもんね。うん、いいと思う。うん、だから、みんなに来てほしいです。来てよかったなって思ってもらえるようなことをすることをする決めちゃった。そう、決めちゃった。したいなって。思ってもらえるようなことしたいなって思ってるので、ぜひぜひぜひ来てもらえると嬉しいです。お待ちください。はい、でイベントでグッズ販売があるかもしれないんですけど、あ、それもまだ詳細がちょっとまだお伝えできないんですけど、そういうのもあるかもしれないので、はい、ぜひ会場にね、足を運んでくれたら嬉しいなって思います。嬉しいです。はい、で、そう、注意っていうか席のことなんだけど、先着順で先着順ね。そうで埋まってくから、友達と、あ、買う買うってなって一人ずつ買っちゃうと、もしかしたらその間に順番的にさ、こうやって買ってる間に一人買ってたら間に入ってきちゃう可能性があるから、それは多分まとめて買った方が絶対に隣に座れるから、そこもちゃんとちょっと気をつけてもらえたらね、いいのかなって。席離れてるとかちょっと気まずい、ちょっとびっくりよね、お互い気まずいから行って、うん、あー、うん、絶対一緒に買った方がいいかなって思います。はい、はい、で詳しい詳細はアミたちのインスタにも、なんか決まったことがあればどんどん更新していくので、はい、あとはリバティタウンの
SNS にも載っけていくので、載っけていくので、アメたちがやるみたいになっちゃうからインスタアメたちがね載っけてくれるので、リバティタルの、そうだから、そっからちょっと確認してもらえたらいいなって思ってます。はいはい、で一番大事なところがよく聞いてはいそうで、購入は概要欄から飛べるので、そこから飛んでいただいて、ポチッと、さあみんなポチッと、はい、していただけると嬉しいですはいはい、って感じで、はい、ちょっとびっくりしたかもしれないけどね、初めてステージに立つということで、本当に自分を磨きたいです。楽しみそうだねあと2ヶ月間あるので、アメたちも自分磨きに励んでちょっと楽しみだね。楽しみ、楽しみたいと思います、アメたちも。はいはい、感じです。はいはい、ということで、この動画を見てアメメの初のイベント行ってみたいなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上、アミとミエでした。